はいどうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、コインベースが日本から撤退するということを検討しているところで報道がされております。暗号通貨仮想通貨全体の取引が急減したってことなんですよね。マーケットがどんどん縮んでるのは皆さんも感じてるところだと思いますけども、コインベースぐらいの大手が撤退するとなるとね、なかなか大きなインパクトがあるかなっていうところと、コインベースね、日本から撤退しても、別にグローバルで取引できますんで、問題ないといえば問題ないんですがね。ただ一つの大きな事件になると思います。少しだけ読まさせてもらいます。暗号資産仮想通貨交換業大手の米アメリカコインベースグローバルは日本から撤退する検討に入った。大手交換業者 FTX トレーディングの経営破綻をきっかけにした仮想通貨取引の急減に対応するために2023年の6月末までに全世界にいる従業員の2割にあたる950人を追加削減する計画。21年に進出した日本もこの対象になる。ですんでね、たった1年で撤退ということなんですよね。で、コインベースは21年に、登録を完了し、日本でビットコインなどの仮想通貨の取引サービスを提供してきたと。16年に10億円強出資した三菱 UFJ フィナンシャルグループがパートナーとなり支援ということだったんですけども、非常に残念なことだなと思います。これからね、冬の時代といいますか、冬が明ければ春が来るみたいなこともありますけども、こと暗号通貨や投資に限っては、冬が来たまま終わりってこともあり得ます。要するに、市場の蒸発です。暗号通貨ももしかしたらそうなるかもしれません。一時期はね、世界の基軸通貨まで、上り詰めるんではないかなと言われた、この暗号通貨、ビットコインをはじめとするアルトコインなんですけども、やっぱりね、ドルや円やユーロといった既存通貨をしのぐほどには、その権力構造ってのはならなかったかなというところでございます。でもね、既存の通貨を超えた財や信用のやり取りをしようとする試みってのはまだまだ終わってませんので、これからもね、暗号通貨市場に注目していきたいかなと思います。私もね、この暗号通貨市場にある資産は、いわゆる実質資産とは呼ぶことはなくね、ないものと思ってやってますので、やっぱりね、ビットコインなり、カルダノなり、イーサリアムで一発当てたぞっつってもね、そのいわゆる、ビットコインやアルトコインである限りは、それはゼロになることをいつも覚悟しなくてはいけない、余剰資産だというふうな考え方は大事じゃないかなと思います。ですんでね、FTX みたいなところにお金をボーンと投げちゃった方もいると思いますけども、余剰資産じゃないとやっぱり挑戦しちゃダメだってことはね、ここでも改めて確認できるかなと思います。歌方なんですよね、本当にね。本当にそこにあるかどうかっていうのはわかんないですし、まさにバーチャル上のですね、データなんで、すべて暗号通貨、仮想通貨っていうのは、夢と同じようなもんだというくらいで考えていった方がちょうどいいかなと思います。それでは。